リック・アン・キール。彼はカージナルス期待の左腕であり、2000年には11勝を記録。そしてブレーブスとのチャンピオンシップシリーズでは初戦の先発を任されるほど高く評価されていました。しかしこの試合ではホームベースの手前に叩きつけたかと思えば、キャッチャーの頭上をはるかに超えるボールを投じるなど大荒れ、5つのワイルドピッチを記録するなど散々な結果となりました。すると2001年の開幕から制球難が続き、最終的にはルーキーリーグまで降格することに。チャンピオンシップシリーズ第1戦の先発を任されたことは20歳の彼には荷が重く、そのことがイップスにつながった大きな原因と言われています。その後は怪我や制球難が続き、2004年にメジャー復帰を果たすも、アン・キールは外野手へ転向することになります。